こんにちは、柴田です。今日はギターの鳴らし比べをやってみたいと思います。先日ですね、この百瀬のコリーナ V のレビューを上げさせていただいたんですけれども、これにギブソンの57クラシックというピックアップが積んでおりまして、それと同じピックアップがこのレスポールスタジオ、ギブソンのレスポールスタジオにも積んであります。同じピックアップでボディの材や形が違うとどれぐらい音が変わってくるのかっていうのを検証してみたいと思います。このギブソンレスポールスタジオはボディ材がマホガニーメイプルトップですね。まあ王道、レスポールの王道の形なんですけれども、こちらは珍しいコリーナを使用しております。ボディもネックもコリーナというこだわりですね。その2つが同じピックアップでどれぐらい音が変わってくるのかっていうのをぜひぜひお聞きください。